モーガン・フェア・チャイルドはアメリカ合衆国の女優、テキサス州ダラス出身、父エドワード・ミルトン・マククレニーと高校で国語の教師をしていた母、マーサ・ジェインの間に生まれる。幼少の頃に症候熱を患い、左耳に難聴の障害が残った。モーガンという芸名は1966年のデビッド・アーナー主演映画、モーガンから撮っている。 ボニーとクライド俺たちに明日はないで、フェイダナウェイのスタンドインを務めたことが、女優活動の原点となり、後にソープオペラ、サーチ・フォー・トゥ・モローのジェニファー・ペース役を獲得、1973年から1977年に渡って出演した。その後は、ロサンゼルスに拠点を移し、ダラスのジェナウェイド役、フラミンゴ・ロード、モーク・ミンディなどのソープオペラ、シチュエーション・コメディに出演。 フラミンゴロードでは、ゴールデングローブ賞、テレビドラマ部門女優賞のノミネートを受けた。1982年、映画、セダクション盗撮された女で、ニュースキャスターのジェミーダ・ダグラス役として出演。観客の目を釘付けにするようなヌードを披露し、ハリウッドの悪女的ポジションの一角をなすようになる。またこの頃、オフブロードウェイの舞台にも立ち、タイムシア、 ニューヨークタイムズがのレビューで絶賛を受けた。私生活では1967年にジャック・カルマスと結婚、1973年に離婚、1990年代初頭は当時上院議員だったジョン・ケリーと親しい関係にあった。しかし、2006年のピープル氏のインタビュー記事では映画会社役員マーク・シーラーと20年に及ぶ付き合いがあり、シーラーとも 結婚の予定はないと述べている。その他には、エイズ関連、環境保護といった問題の啓蒙活動を行っている。ありがとうございます。